久保さん今回は風呂のろりょ「ろ」「りょう」「ろ」「りょう」にしましょうかこの感じはな,なかったんですけど、まあ、風呂入ってきたんですけど朝風呂良かったですねでまあ風呂入らないと多分赤たまると思うんですよまあ、当たり前ですけど <laughs> うんだからま日々ね今日の赤を今日落とすというかねまあ、朝入る人もいるだろうしあれなんですけどもまあ、日々 赤落とさなかったら赤溜まって臭くなるし汚くなるしって話ですよねだ赤も積み,積み重ねですよね風呂風呂入らないっていうことを積み重ねれば赤は溜まるってことですよねみんなの銀行もね久保さんもうちょっと見えてきましたね、はい、じゃあ23万円ですね7月31日もですね入ってましたね、はい、23万7万七千円ということでこれ30万までいけますんで だいたいねこれね月で月であのー、なんだデータ見れないのか何かね月で見るとたいまあ何千円かはまあ毎回入ってるんですよね毎月、うん、毎月みんなの銀行多分入金されてないってことはないですねこの1年みんなの銀行で1ヶ月ゼロってことは多分ないですね まあそれが結局積み上がって23万になったんですけど、まあ多い時は月3万とかもありましたね。うん。まあもうみんなの銀行紹介しても1年経ちますけども、まあ毎月、まあ報酬が上がってきたというところでございますね。うん。だからこれはね、非常にありがたいですよね。うん。まあこれからもまあ動画何本かまた撮って、まあ30万まで行くまで、まあ多分まあ、 ね、みんなの銀行さんのキャンペーンが終わらない限りいけんじゃないかなと30万マックスねせっかくシリーズんでやってるのでマックス行ったらあのマックスいきましてありがとうございますみたいな撮ろうかなと思うんですけどうんそうまあ結局日々のまあ動画撮ってなかったらこの報酬も発生しないですからね、うん、紹介してなかったら発生しないわけですようん だから僕はなんか久保さんもなんかねいきなりっていう、まあ、吉谷さんはちょっと別格でいきなりっていう話があったんだけどもいきなりじゃないですからね最初僕サポートスタッフでずっとやってたのでその下積み生活があるんで <laughs> 下積み生活がありますからねうん下積み生活十何年ですよねで下積み生活十何年あるから まあそのいきなり起業しても、まあいきなり、まあ売り上げはちょっと作れたって。借金が2000万スタートだったとしても乗り越えられた。それはなんで乗り越えられたかっていうと、下、下積みを13、4年やったからですね。会社に泊まり込みしてずっとやってたからです。それなかったら多分ない無理ですよ。ナイスナイス。うん。だからその下積みの十何年の間でいろんな経験をしたから、ああ、できただけであって。最初は僕はもう右も左もわからない。 あのサーバーって何ですかドメインって何ですかっていうとこからスタートして、うんまあ、会社でねあのプログラマーの子にお教わったんですねド,ド,メインドメインとはみたいなねサーバーとはとはね FTP ソフトこれはこうなんですよみたいなプログラマーの子がいてその子に教わったんですけど <laughs> もう何もわかんないですよね、うん、だ大変でしたよねカスタマーやってるんだけど自分がわかんないもんだから まあ、とにかく、まあ、ねあの、自分でこう、問題解決する。だから、まあ、これも、たまに出すんですけども、あの、社長にね、すいません、これ分かんないですけどって聞いたら、もう Google で調べたのかみたいな。すいません、調べてないっすつって、調べてね。また社長に聞いたら、それ Google で調べたのかみたいな。いや、調べてないっすみたいな <laughs> 3度目は聞かなかったですけど、まあ、大変でしたね。 だから逆に言うとあの、調べる力もついたし、それでね見極め、まあだから、久保さんも相当なんか検索エンジン使ってきたと思うんですけど、いっぱい検索エンジンを使えば使うほど、何が正しくて何がダメなのか、逆に言うとね、あこれはアフリエイト、お金目的のサイトだな、あこれはちゃんとやってるサイトだなとかね、多分わ分かると思うんですよ。で、それはなんで分かるかっていうと、相当その使いこな使いまくったからですね、いろんなサイトを見てきたと。 うん、そうまあネットの仕組みも分かってで検索もしまくってれば分かりますよねそのサイトの意図がどういう目的でこのサイトをやってんのかとかね、うん、ある程度、まあ、全部把握はできないけどまあ、ある程度、まあ、推測ができるっていう、うん、なんか最近はねもうなんかあの SNS が発達したことによってなんかその最近の,その IT リテラシーが高い人たちっていうのは Google を検索しなくなったらしいですよね もうあの SN、SNS でチェックするっていう、リアルタイム性で。生の情報。要は、まあ、検索結果に出てくるものっていうのは結局作られてて、あの、アフリート目的で作られてるのがやっぱ多いですから。うん。だから、個人が本当に発信する SNS で、こう、検索してみると。まあ、でもその個人で発信してるやつを見るんだけど、それも結局、あの、引っかけがあったりするので、 うんまあ、難しいところですけど。はい。ということで、風呂入りますよねどうすか風呂入らないですか風呂は入るけど、お金は稼がない。何なんですかねい <laughs> ってらっしゃい。